2014ミスユニバースジャパン青森大会出場者の入場です。それでは本日の審査手順をご紹介いたします。ファーストセッションは A グループ、B グループに分かれ、洋服審査、水着審査となります。情熱、感性、人間性、自信、容姿を審査いたします。そしてその後の中間審議を経て10名のファイナリストが選出されます。セカンドセッションはドレス審査。知性、表現力、成長性、内面、社会貢献性を審査いたします。そしてその後の最終審査を経て青森大会のグランプリ2位、3位が決定いたします。エントリーナンバー19番、川村遥香です。18歳です。私は好きなことや自分のやりたいことに挑戦することが大好きです。13年間習っていたクラシックバレエ、大学でやっているチアリーディング、小さい頃から夢だったモデル、特にモデルは東京だけでなく地元八戸でも活動することができているのでとても嬉しく思っています。このような自分の好きなこと、やりたいこと、自分の夢に向かって頑張ってこれているのは、私の周りの家族、友人、先生方、私に関わってくださっている全ての皆さんのおかげだと思っています。本当に感謝しています。私も人のために何かすることはできないかと思い、今年の夏休みに八戸に帰ってきた際に老人介護施設にボランティアをしに行きました。初めてだったので慣れない部分もありましたが、それよりもおじいさんやおばあさんにありがとうという感謝の言葉をかけていただけたのがとても嬉しく、やってよかったと思いました。これからも人のために何かできることがあったらどんどん挑戦していきたいと思います。私が青森県代表になることができたら青森県の良さを精一杯伝えていきたいと思います。八戸に貢献できる活動をたくさんしていくことができたらいいです。よろしくお願いします。続いてエントリーナンバー20番お願いします。エントリーナンバー20番、大和田マリア、25歳です。私は青森市出身ですが、現在は都内でダンスインストラクター、コアトレーニングインストラクターとして活動しています。ダンス歴は20年で、15歳の頃よりイギリスで5年間ダンス留学をしておりました。その頃に感じたのですが、15歳の頃の私はまだ英語が話せず、単身で、不安もばかりだったんですけれども、ダンスというものがあったので充実した毎日を送ることができました。ダンスというのはコミュニケーションだと思っております。言語、言葉を超えたコミュニケーションで、私は世界中の方々とコミュニケーションを取りたいと思っております。インストラクターを目指しながらも、私は青森の伝統工芸品ブナンゴの海外事業も担当しておりました。その頃にフランスへ長期出張を行ってですね、たくさん
海外へ行かせていただいたんですけれども、その頃に感じたのは、青森はたくさんの素晴らしいものがありまして、そういった伝統工芸品に限らず、自然や食べ物、あとは人の温かさですね、そういったものを海外の方々に発信できるような、そういった存在になりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。エントリーナンバー21番、佐々木茜、23歳です。私は小さな頃から絵を描くことが大好きで、毎日がむしゃらに描き続けていました。一日に一冊のスケッチブックを潰してしまうほど描いたりしていました。今も制作活動を続けております。美術作品などの人を引きつける力というのは、表面の美しさだけではなく、表面の美しさというのは、色彩の美しさやモチーフの描き方、ディテールの描き方です。そちらが美しいというのと、あとは画家の作品に込めた思いや、社会的、政治的主張、歴史的背景など、そういったものが折り重なって作品の魅力となっております。人間にも同じことが言えると思います。私は自分のこの体を一つの作品として捉えて、表面の美しさと同時に内面の美しさをより強いものにして鍛えていきたいと思います。そして魅力的な女性に成長したいと思っております。よろしくお願いします。エントリーナンバー22番、高谷玲奈、22歳です。私は吸収力抜群のスポンジのような人間です。まんざらしいスポンジのように、あらゆる知識、経験を得るために貪欲で、常に自分を磨く努力を怠ることはありません。教科書や参考書からだけではなく、日常生活からも人の意見を啓蒙し、日々学び取る、成長し続ける人間でありたいと思います。ご清聴ありがとうございます。エントリーナンバー23番、山田由香、25歳です。私には14年間バレーボールで養った体力と精神力があります。そもそもこのミスユニバースに応募しようと思ったきっかけは、スポーツの世界だけではなく、自分が経験したことのない世界にチャレンジしてみよう、そう思ったからです。今回このようなチャンスをいただきました。ミスユニバースという新たなコートの上で、自信と誇りを持って輝き続けたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは、重松美代と申します。私は小さい頃から絵を描くのが大好きでした。先ほども絵を描くのが好きでずっと描いていたという方がいらっしゃいましたが、同じ絵を描くのが好きな人がいてとても嬉しいです。高校生の頃、2年間ニュージーランドに留学をしていました。そこで美大に行きたいと思い始め、帰国後は東京の武蔵野美術大学という大学に入学しました。そこで出会ったのが競技ダンス、いわゆる社交ダンスというものです。運動経験など全くなく、本当に軽い気持ちで始めたんですけれども、今では社交ダンスの講師を仕事にするまでになりました。表現をするという点で絵を描くことと少し似ていて、私に合っていたのだと思っています。私は両親からずっと自分を日本生まれの地球人だと考えていきなさいというふうに教えられて育ってきました。日本人に生まれたことを誇りに思いますし、日本人で良かったと思った瞬間がたくさんあります。ですが同時に地球人として生まれたことをとても誇りに思っています。今まで学んできた絵やダンス、英語やデザイン、また今回ビューティーキャンプで学ばせていただいたたくさんのことを、これからはより一層幅広い場で生かし、世界へ挑戦していきたいと思っています。ありがとうございました。
ントリーナンバー25番富田幸男24歳です。私の家はホームステイの受け入れをしており、幼い頃から国際的な感覚を磨くことができました。それとともに日本の文化の素晴らしさ、大切さに気づくことができました。今ではお茶や着付け、お花、そして津軽の伝統工芸の古人の制作研究が私のライフワークとなっております。現在私は青森、仙台を拠点にモデル業、イベント企画に携わっております。それを通して私は伝えるということの大切さに気づきました。人前で話すこと、それが今まで苦手だったのですが、 MC の仕事などチャレンジの精神を忘れず、それにも取り組むようになりました。また日本の良さを伝えるために、なぎなた、中国語、そして合気道、そしてよさこいのプロデュースもチャレンジしております。もし私がミス・ユニバース・ジャパンに選ばれましたら、日本の奥ゆかしい文化と日本の女性のしなやかな美しさをアピールしていきたいと思います。 We are uniquely capable of leading future。 私たちには未来を切り開く力がある。今は小さな私のこの声が世界を動かす大きな大きな声になることを願っています。今日は皆さん楽しんでいてください。よろしくお願いいたします。14番から25